皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。堂本光一さん、近畿キ,キッズが1月20日、ミュージカル、エンドレスショックの制作発表に出席しました。写真、エンドレスショック制作発表制作発表には、共演の佐藤勝利さん、セクシーゾーン中山祐馬さん、上田達也さん、k a t ーン n 中村レのさん、 乃木坂46、木崎愛理さん、前田美びさん、島田加穂さんも登壇しました。本作は、ショー、マストゴーオンという言葉を問い続けながら、エンターテイナーの光一とそのカンパニーが運命を駆け抜ける姿を描く、オリジナルミュージカル。2000年11月の初演、ミレニアムショック以来、 道本さんが国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けています。2024年の公演で、ついに2000回を達成し、また、国内演劇の単独主演記録2017回を超え、単独1位となる見込みです。道本光一の見せるエンタメに、良くも悪くも、ショック病。道本さん演じる役の幼馴染で、 ライバルという役柄をトリプルキャストで演じる佐藤さん、中山さん、上田さん。それぞれ過去にも出演経験があり、思い入れのある作品ということで、記者からは3人に、ショックとの出会いで変わったこと、自身の中で、ショックとはどんな存在という質問がされました。上田さんは、これはあるある、かなと思うのですが、 ショックのエンターテインメントが凄す,すぎて、次の舞台で、これで大丈夫なのかな、と不安になるんですよ、とにヤり。これは良くも悪くも、ショック病、というか、それぐらいすごいエンターテインメントです、とアピールしました。さらに、プライベートでも、ショックを鼻歌で歌っている、と明かし、それぐらい自分の心に根付いています。 とコメント。そんな上田さんに、堂本さんは、ショック、大好きだね、笑、と頬を緩めました。佐藤さんは、エンタメに初めて触れたのが、エンドレスショック、だったんです。その時に、すごく衝撃を受けて、と回想。こうなりたい、と思いましたし、これも、ショック病、の一つかもしれないですが、 孝一くんぐらいできないといけないと考えると目標が高すぎて舞台に立った後に自分たちのライブをするとこれで大丈夫かなって心配になるんですよわらと明かしました中山さんは作品のファンとして劇場で見させていただいて何度も出たいと言っていたら実現する日が来ましたと出演まで道のりを振り返り 参加させていただくと、外から見ているものとは違って、孝一さんの言っていた、命を削る、ってこういうことなんだ、と実感する日々でした、と解雇。また、ライバル役は、今までに、様々な先輩方が演じてこられた役なので、ありがたいと思うと同時に、一回一回を大事に向き合っていかなきゃいけないと思わされる存在です、と話しました。 そんな三人との共演に、堂本さんは、この作品は、本番が始まってしまえば、自分に嘘がつけない作品なんです。その時の自分と向き合って、キャストが変わると当然、空気も変わるので、そこに当たっていくだけ、とコメント。三者三様、キャラクターも違うのですが、そこに素直に当たって共鳴し合えれば、 その時にしか書けない作品が勝手に生まれる。先輩後輩というのは関係なく、一人の舞台に立つ役者同士、ぶち当たっていこうという思いでやらせていただきます、と意気込みました。続いて、三人それぞれの魅力を聞くと、中山さんについて、関西人独特の話すとひょうひょうとしているように聞こえるんだけど、いざ本番が始まると、 ここまで熱を持ってやるんだ、と急に空気変わる。そんなずるいところがあります。これは関西人独特のずるさです、と紹介。今までに演じた、ない、ひろもにしきど、りょう、も,うもう同じタイプで、なんだろう関西人のこの嫌な感じわら、と続けると、中山さんは、今年もずるく行かせていただきます。と宣言しました。 佐藤さんについては、すごく素直で、とにかくがむしゃら。若さゆえに突っ走ってしまうという素直さが、逆に物悲しさを生む。そういうところが勝利のいいところかなと思います、とコメント。最後に、上田さんについては、正しいと思ったことに突き進んでいくタイプなので、役にマッチしているなと思います。彼と一緒にステージに立っていると、 その思いに自分も任せられる。信頼の置けるやつですね、と話しました。ミュージカル、エンドレス・ショックは、4、5月の帝国劇場、本編、エターナル編同時上演、公演を皮切りに、7月、8月は梅田芸術劇場、本編のみ、9月博多座、本編のみ、11月は再度帝国劇場、本編のみ、 と全国ツアーが予定されています。どこで思いますかコメントセクションをチェックして、次のビデオを見てください。